私は京都にありますルイ・パストゥール医学研究センターで酸化ストレスの研究をしています。今日は謎の健康被害「ハバナ症候群とは?」という報道がありましたのでこれについて解説をしたいと思います。そしてその症状がですねコロナの後遺症と非常に似ているということもお話をしようと思います。さて本ビデオの用紙ですが まず米国 CIA の職員が急に体調不良になるという報道が多数出るようになりましたそしてこの症状がですねキューバのハバナで初めて確認されたことから「ハバナ症候群」と呼ばれています そして、電磁波の出る武器を使用された可能性があるということだそうです。そして、症状はコロナの後遺症に似ているので、酸化ストレスが原因ではないかということに関しても考察をしてみます。この日本テレビの YouTube ビデオですが、謎の健康被害、米外交官ら襲う原因不明のハバナ症候群とは、ロシアの関与もという ビデオですが、えー、これはアメリカの外交官とかですね CIA 職員がですね、えー、急に頭痛耳鳴りめまい体調不良を起こすということが多く見られるという報道ですそしてハバナ症候群と呼ばれる理由なんですが2016年にキューバの首都ハバナ駐在の米外交官の間で初報告が出たということで 中国やベトナムなどで同様の健康被害が相次ぐ。過去5年間で米外交官ら200人以上が被害を訴えるという報道です。主な症状を見てみましょう。めまい、頭痛、倦怠感、吐き気、不安、認知障害、記憶喪失。ということで、まあ、電磁波を使った武器が使われているのではないかというふうにこのビデオの中でも 紹介されていますさてこの症状ですが新型コロナの主な後遺症というのはですね、えー、先ほど出てきたような症状と非常に似ているわけですねめまい、頭痛、倦怠感、認知障害、記憶障害などがコロナの後遺症と言われていますでは電磁波について少し考えてみましょう 環境省のホームページですが、電磁波はですね、電離放射線の中の関節電離放射線というところに電磁波と書いてありまして、まあ、主なものは X 線と言われています。そして非電離放射線というので、まあ、電波、マイクロ波、紫外線などが入っているのですが、もう少しわかりやすい図を見てみましょう。 このスライドは一般社団法人電波産業界のものなんですが、えー、実は電波の波長が違うことで呼び名が変わっているんですねこの上の方にありますレントゲンって書いてある横の X 線これはいわゆる放射線と呼ばれるものなんですがそのすぐ下に紫外線がありますねこれは太陽光線に含まれるものですがそれから ずっとと下の方に行くと携帯電話があります。そしてその横に電子レンジとかですね、まあ、他にもいろいろ電気機器があるんですがこれから出されるものの波長が違うのでいわゆる電磁波の分類が違うということなんです。そして放射線が体に当たると、 水の分子を電離分解してここに書いてある過酸化水素が出てきます加酸化水素自体はですね我々の白血球の中で作られていて我々の体を守るんですが考えていただいたらわかるのですがこの漂白剤成分が体の中で増えるといろいろな問題が起きてきますさて電磁波 の健康被害を少しし見てみましょうこれは携帯電話で乳がん4例が発生したのかという論文なんですが、えー、米国の女子学生はですね携帯電話を先生に見つかると取り上げられるので、えー、ブラの中に入れて隠していると。 で同じ場所にずっと入れておくとその下にがん、えー、ができたという方を4例の報告が出ています。これはは、えー、携帯電電話の電磁波が原因ではないいかという,ふうに考察されていますさてこちらはあ衆議院のですね、えー、電磁波の子どもへの影響に関する質問・注意書というものでこれは漢方に載ってるんですが住居から最寄りの送電線までの距離別に 小児白血病のリスクを調べたそうすると住居から送電線の距離が50から1 0 0ルおよび1 0 0ル未満の場合では、えー、リスクがですね1.5と3.2になった。ということで高圧送電線付近でのリスク上昇が示唆されるということと、えー、白血病と小児脳腫瘍に関してなんですが、えー 急性リンパ性白血病がですね0.4マイクロステラ以上でより大きなリスク上昇を示した。そして小児脳腫瘍についても小児白血病の場合と同様、寝室の次回レベルが0.4マイクロステラ以上でリスクが上昇する傾向が見られた。 との記述もある。ということで、この電磁波によってこのような病気になるのではないかということを質問した主治書です。さて、電磁波の出るものですが、えー、皆さんは CIA の職員ではないと思いますので、一般的には携帯電話、高圧電線、電子レンジというようなものがあります。そして、ここに出しましたデジタル読という本があってですね、この 電磁波に関して非常に詳しく書いておられるんですがちょっとこの中には電源コンセントまで入っているんで、えー、どうかなと思うんですが、えー、詳しく知りたい方はですねこういう本を読まれると良いかもしれませんさて電磁波の酸化ストレスを避けるには電磁波の出る機器に近づかない高圧電線の近くに住まない酸化ストレスを下げる食品を食べる酸化ストレスを上げる食品を避ける 禁煙とかですね、大量飲酒を避けるのも重要と考えますそして糖尿病やメタボの方は糖質制限をするのも良いと思われますこちらが抗酸化研究室についての情報です